では金メダルを決めた決勝点、菅澤選手です。ここしかないというワンチャンスでしたね。そうですね、本当にもうあそこしかなかったんで、ニアに飛び込みました。ネットが揺れた瞬間見てどんな気持ちでしたか？いやもう最高でしたね。まあ、でもまだ残り数分あったんで、切り替えて最後はしっかり、最後まで0点で抑えて、でしっかり勝ち切れたんで良かったなと思います。ベンチスタートでかなり中国のハイプレッシャーをベンチから見てたと思いますが、どんな思いでピッチに入りました？そうですね、入ったら、前でボールを収めて、チャンスを作ろうと思ってたんですけど、なかなかそれもできなかったんですけど、でも本当にワンチャンス絶対来るって思ってたんで、本当にそれができてよかったなと思います。仲間を信じた結果ですかね？そうですね、本当に最高の仲間と最高のスタッフと、あとたくさんのサポーターの応援のおかげで勝てたと思います。このメンバーで取った金メダル、またこの後どんな風になでしこつなげていきますか？そうですね、本当に来年はワールドカップで大きい大会控えてるんで、しっかりチーム全員でまた修正するところは修正して、できてることはまた上げていって、またみんなでやっていけたらいいかなと思います。今日はこの後みんなで喜んでください。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。Hey.